の国に。今回はこれ、株式会社青島文化教材社から出ているスーパーサウンド呼び込みくんミニのデラックスバージョン、以前 Amazon のタイムセール祭りで買っていたんで、今回ちょっとこれ開けて遊んでみたいと思います。いや、このポポポポポポ、ご存知ですよね。僕はスーパーマーケット大好きでよく行くんで、結構この音楽耳にしてます。なんとあれがお家で再現できるっていうことで、前々から気になってました。で、今回これはなんといってもデラックス、あのポポポポポポに加えてもう一曲、ボサノバ調の曲ナンバー2も収録されているとのこと。はい、それでは開けて中見ていきます。箱の中身はこんな感じ。はい、これが呼び込みくんミニデラックスで、これ顔が取れちゃって、ここにこういったアタッチメントを取り付けることができます。で、これ何かというと、こういったシールがついてるんで、これを貼ることで顔をこういった形に変えることができるということ。いや、でもやっぱり呼び込みくんといえばこの顔ですよね。こんにちは。はい、それではこの絶縁シートを外して、これで通電しました。このボタンかな、これちょっと押してみますね。意外とマイルドな音量。これがボサノバ調で落ち着いたメロディーナンバー2とのこと。この曲聞いたことあったかな、なんか聞いたことあるようなないような、そういう音楽でした。で、この背面のこのスイッチ、これを切り替えることで音楽を変えることができます。はい、ポポポポポポ、ちょっと聞いてみます。どうでしょうか。これ一台あれば家であのスーパーの臨場感、ポポポポポポ、楽しむことができます。はい、現場からは以上です。あ、いや、でもこれ本当面白い商品ですよね。で、思ったよりも音が小さかったんで、そこはやっぱり本家とはかなり違う部分と言えそうです。いや、でもこれ本当再現性高いですよね。はい、ポポポポポポ、楽しみたい方はよかったらスーパーサウンド呼び込みくんミニデラックス、説明欄にリンク貼っときますんでチェックしてみてください。あ、でもただね、僕は前回1300円ちょっとで買ったんですけど、これなんと定価税込み1188円です。一時期売り切れなんかもあったんで、プレミア価格になってるものもあります。なんで税込み1188円です。このあたりはお気をつけよう。ということで、2023年2月発売された青島スーパーサウンド呼び込みくんミニデラックス、今回ご紹介してみました。ではまた次回。